ですか。いいでしょう浴衣涼しげで今日来てよかった、はい、みんなに聞いていきましょうか。本当いろんなことがあった撮影なんですけれども、なここでそんな唐突に言うことでもないんですけど、あの鉄が好きなんですね。あの鉄オタっていうよりは私は大きな鉄が好きで、あの車とか飛行機とか何でもいいんですけど、まあ、全くここで言う必要のないことなんですけど、ね、恥ずかしいばっかりで。なのであの大井川鉄道は本当に素晴らしい景色でしたね。なのでそこあの鉄道乗ってあの休みの日とかあの楽しみました、景色とかを。はい、はい、写真撮ってましたもんね。もうちょっと興奮しすぎて鼻血が出そうで大変でした、はい、そうですね、私あの役に入るときにあのどんな感じで行こうかなと思って、その、まあ、アメリカに暮らしてたっていうことで、じゃあちょっと髪の毛傷んでる方がいいかなと思ってで一応パーマをかけて1週間後に脱色をするっていう、あの美容師さんが絶対嫌だっていうことをやりまして、あのおかげさまでいい感じに脱色されて、脱色を通り過ぎてこうロッカーな感じになりましたけどエリカ役的にはすごく映画が好きな女の子で、現代のものには興味がないって女の子だったんですけど、私自身すごく昭和のアイドルが大好きで、で松田聖子さんとか中森明菜さんがすごく大好きで、あるシーンでそのレコード屋さんに行くっていうシーンがあって、入った瞬間に松田聖子さん の, 何あのそうそうレコード LP レコードが貼ってあるんですよ。すんごい量があって、でも興奮しちゃいけないじゃないですか、その私的には嫌いな役なんで、そのシーンがすごくちょっと私的には思い出深いですね。すごい、あんなレコード屋さん行ったことないんで。そうか、 CD 世代だもんね。はい、でも本当に不思議なんですけれども、まあ、ヤングチームと顔が似てくるっていうあの芳根さんと常盤さんは本当本当にそっくりだったんですよ。そうだね、今はねなんかはもう違くなったのかな、うん、のでも本当に撮影中なんか、ね、私も我ながらそっくりだなってね、で2人でちょっと写真撮ってみない、うんうん、って言ったら本当にそっくりで、そう、ね、あこ失礼かしら、びっくりした、それはね、そう